こんにちは、正之助です。最近友之助がですね、手裏剣の検証動画を、やってみましたので、ちょっと挑戦してみようかなと思います。さあ、では兄正之助は私の記録を打ち破れるのでしょうか。私は8メーターでした。はい、では早速挑戦していただきましょう。2メーターからです。はい、2メーター。はい、そうです。はい、おさすがですね。しかも真ん中付近に一発成功。さすが正之助。はい、では次3メーターです。はい、これぞミスターコントロール正之助ですよ。ありがとうございます。2メーター、3メーターともうど真ん中、なぜか入りましたね。まさに一撃必殺。さすがですね。では次4メーターです。はい、一発成功。入ってますね。30点に刺さってます。はい、簡単そうにやってますけど、皆さん難しいですからね、手裏剣的に入れるの。さあ、では次5メーターです。はい、はい、はい、5です。だいぶ離れました。素晴らしい、2発で成功です。見事刺さってます。はい、はい、じゃあ次6ですか。もう6メーター6メーター早いね6メーターここですね。はい、じゃあ参ります。6メーターです。わーお、入ってます、入ってます、入ってます。10点入ってます。やば、マジで6メーター一発成功。すごいね。入ってるかな。はい、入ってましたね。10点に刺さった方。そうです。はい、はい、で次7メーターです。7メーターはここ。早くないですか、7メーター。挑戦7メーターです。では7メートルで挑戦します。わっ、まあ、はい、入ってます。入りました。20点です。素晴らしい修正能力ですね。素晴らしい、入ってます、刺さってますね。はい、20点、まあ、では次8メーターですね。はい、ではこれ7メーターまでしかないので、このまま後ろへ、はい、はい、伸ばしていってください。お願いします。私もお手伝いさせていただきます。はい、少し引き入れていただいても大丈夫です。少々お待ちください。ただいま準備しております。10メーター、2メーターを上位しときなさいと、この前私がやった時に何で今回ちゃんと用意しとかなかったの。すいません。
段取り悪くてすいません。さあでは 8m ですので、ここからそうですね、そこですね、はい、はい、ちなみに私はここまで成功しました。はい、9m で失敗したんですよ。すごいね、すごいね、すごいね、8m、 8m です。はい、じゃあ 8m いきます。レッドポン、では参ります。じゃあ行きますね。めっちゃ濃いわ。すごい、すごい、これはすごい。今日ほとんど真ん中ですからね。さすがミスターコントロール正之助、これはやばい、すごいですよ。あ、もう手で抜けない、これ手で抜けない。ゴムハンマー使います。はい、はい、次 9m です。うわー、はい、来ました。9m はここですね、鉄柱か、はい、ここね、そう、この鉄柱が、はい、うわ、多いな。 9m では 9m 挑戦します。かなり遠いです。じゃあ行きますね。はい、2m です。入ったね。すごい。しかも30点ですよ。これがプロの忍者です。めっちゃ刺さってる。まだすごいね、これ。あのスピードで、しかもこの威力で的を打ち抜いてますからね。私はあのこう軽く打って的に当てましたけども、マサはスピード、パワー、この両方を兼ね揃えて的を打ち抜いてますから、これ当たったらやばいですよ、本当に。さあ、では続きまして 10m、 10m はここだ。そうなんですね、ちょっとね、ちょっとやりにくい、ね、にくいんですけどね。はい、わー、どうやって打とう。あ、めっちゃ打ちにくい。ハハハ、効かない。めっちゃ打ちにくい。ここ、ね、10m の壁を越えれば、そのあとちょっと打ちやすくなります。難関ですね。ここも難関ポイントですね。鉄柱が入ってきますからね。感覚狭いっす、こっちがあまり使えない。わかりました、じゃあ 10m 行きます。ここですね、そうだね、はい、うわ、難しい。 10m 行きます。やりにくい。めっちゃやりにくい。私の記録を塗り替えられました。さすが兄です。yeah. はい、どうでしたか。あ、面白かったですね。最後ちょっとやりにくかったですね。ここがね、効かなかったんで。鉄柱がね、ちょっとね。ちょっとやりにくかったですけど、まあまあ 9m ということで。はい、またこの検証動画、修行して
10メーターの壁を打ち破りたいと思います。はい、はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。